こんにちは、ナールスの富本です。今回の内容が良ければぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマは秋なのにお肌がテカるインナードライ肌かもをお届けいたします。今日のお話の内容ですが、テカリとツヤ何が違うのか、それからインナードライ肌とはどんなお肌か、また改善の方法、保湿ケアについてお話します。最後に試してみたい秋のスペシャルケアということで、具体的なアイテムのご紹介、最後にまとめをお届けいたします。まずテカリとツヤは何が違うということなんですけども、このスライドに映っているように皆さんのお肌ですね、光沢感が出ているところを触っていただいて、もし指に油分がついているということであればテカリかもしれません。もしついてないということであれば十分なツヤがあるということになります。テカリのある場合はインナードライ肌の可能性もあるのでご注意です。ではテカリとツヤがなぜ分かれてしまうのか、同じ光沢であるのに何が違うのかというところなんですけども、これは共に光の反射に関係しています。光の反射には鏡面反射光というものと拡散反射光という2つのタイプがあります。鏡面反射光とは1本の光がそのまま1本反射していく、この図でいうと左側に見えているものです。拡散反射光というのは一つの光がいくつかの光になって反射するというところです。何が差があるかというと、鏡面反射光はピカッとした光、拡散反射光はふわっとした光ということになります。ではツヤ肌とテカリ肌でどう違うかと言いますと、ツヤ肌というのは角質の水分と油分のバランスが良い状態です。したがって光の散乱が少なく、しっかりと反射して反射もバランスの取れたものになるので肌はツヤツヤに見えます。一方水分が不足していて油分が多い肌、これがインナードライ肌ですけども、これは肌のキメが整っていないので光がバラバラに反射してしまいます。その結果テカったように見えるということになります。ではインナードライ肌とはどんなお肌のことでしょうか。これはその名の通り、お肌の表面がテカっているのに一方お肌の内部は乾燥している肌状態のことです。この原因はバリア機能の低下です。つまりインナードライ肌というのは乾燥肌と同じでバリア機能の低下がもたらしていることなんです。ではなぜ皮脂がいっぱい出るかということなんですけども、これは弱った肌を守るために一生懸命に頑張って皮脂を出している状態ということになります。他の症状としては、洗顔後に肌が突っ張ったりテカったり、吹き出物が出やすくなったり、毛穴の汚れや黒ずみが目立ったり、お肌のごわつき、お肌がくすみがちでメイクのノリが悪いといった乾燥肌と同じような症状が出ることもあるので、インナードライ肌っていうのは早く改善することが大切です。インナードライ肌の改善の基本は保湿です。インナードライ肌でテカる場合に皮脂を取るケアは NG です。油取り紙で皮脂を取ったり、ビタミン C 誘導状態なので皮脂をコントロールするということはマイナスになります。大切なことはバリア機能を回復させる保湿ケアです。そういった場合にはもちろん刺激が少なく高保湿な保湿成分を使うということになります。このスライドはいくつかの保湿成分の働きと名前を示したものです。保湿成分には水分を吸着するもの、抱え込むもの、挟み込むもの、それから水分の蒸散を防ぐもの、この4つのタイプがあります。どれがいいということではなくて、それぞれの役割を理解しながら上手に組み合わせて使うということになります。皆さんがお手持ちの化粧水や保湿クリームでこれらの成分がバランスよく配合されているものを選ぶということが基本になります。またそれぞれのアイテムの特徴を表しているのがこちらの表です。例えば化粧水は水が 80% 以上、保湿クリームであればだいたい 40% から 60% でたくさんのエモリエント成分が入っています。秋のインナードライ肌であれば化粧水と保湿クリーム両方使ったり、あるいは化粧水と美容液を使うなどで改善することが大切になります。さてここで、ナールスからのおすすめのケアをご紹介いたします。今年の8月に新発売させていただいたナールスリゼパーフェクトマスクです。こちらは、バイオセルロース製のフェイスマスクで、不織布と比べて密着感が高く、またなかなか乾きにくく15分経っても潤いを感じれるようなマスクになってます。成分としては人幹細胞培養液、ナールスゲン、キュアパッションほか主役となりうる成分がたくさん入っています。特に人幹細胞培養液にはターンオーバーを改善する働きがあるので、ぜひこの時期
インナードライ肌のスペシャルケアにおすすめの製品です。ぜひ一度お試しいただければ幸いです。最後にインナードライ肌についてのまとめです。もし秋でもテカってるということであればインナードライ肌かもしれません。その原因はバリア機能の低下です。このケースでは皮脂を取るということではなくて保湿でしっかりバリア機能を回復させることが大切になります。また紫外線対策や洗顔クレンジングなどもしっかり行う、正しく行うということが大切なので、これらも忘れずにぜひ実践してみてください。本日はありがとうございました。今日のお話が皆様のお役に立つということであればぜひチャンネル登録と高評価もお願いいたします。ありがとうございました。